はい、どうもセリカです。今回は来ました、コラボの塔のこちら殺戮の天使の塔をよじ登っていこうと思います。まだね、全く何にも見てないので本当に初見なんですが、ちょっと5回やばそうですね。1回から行けるとこまでチャレンジをしていきたいと思います。前回ゲットしましたザックスキンチェンジで挑戦をしたいと思います。天使像に鍵が隠されているぞ。鍵を集めてから扉から脱出しよう。わっ、挟まれてる脱出の鍵3つ。天使みたいなね、やっぱ回るみんな一回は回る。石像、これああいうスイッチが4箇所あるのかな。これが最後の出口っていうことか。ここをやって、で3つこれを乗せてそれぞれあるってことですね。あ、もう出てきた。待って出てきたらちょっとだいぶやりにくい。待てここもある。なにこれ。待て負ける。あー、無理や。いや、分かったよ、これやっちゃいけなかったんだ最初に。こっから出てきたでしょ、ここ最後かなね、最後だよねきっと。なんかあそこから出てきた気がした。でこっちはチラッと見れたんで、こっちかな。え、あれ待ってこのさ、私も縦の空間がよくわかんない。え、待って、どういうこと。なんかね、どこが通れるのかとかがよくわかんないんだけど。あ、ダメだよね、やっぱこっちからしかダメ。あー、もう一個下からかやばいぞ。ここ行けるのかな、こうだ。え、危なこれこっちから押せる。あ、押せるんじゃん。もうそれがわかんないのよ。やばい押しちゃう。これ指離しちゃいけないっていうのはね、やっとわかったんで、指離さなければちゃんといけるんですね。いつもね、いちいち離しちゃうので積み癖があったんですけど、すごいね、天使の像怖かったな。よし、で、これもどこにあるの。あー、これは簡単だね。オッケー、これはこっちで下からグーでいきますね。なんか見たことある素材ばっかりでいろいろなコラボが対応できちゃう。これは初めてですけどね、天使の像ちょっと怖いな。血だらけで椅子と椅子がいっぱいある。これは、あ、難しくない、よかった一回だからね。これね、大丈夫？オッケー、指離さない、いけるじゃんこの技を身につければだいぶ石像押しも楽になりまして、で最後あそこピッとしたらいけますね。多分いるでしょ。あ、いるんだ、やっぱり。こっから出てきてた。知らないからさ、一番に開けちゃった。よし、一回クリア。死んじゃったけど。はい、ありがとうございます。いやー、怖いな。どっかに高速がありそうで。はい、じゃあどんどん登っていきたいと思います。はい、それでは2階に行きます。かぼちゃがね、見えるんですけど、かぼちゃの本編で何か関わりがある感じなのかな。うわー、正しい穴を見極めろ。鍵を集めてから扉から脱出しよう。正しい穴。かぼちゃがめっちゃあるけどな。なんかお墓みたいなと。で、ゴールがここですね。脱出口ここ。鍵が4つ。正しい穴ってどういうこと？あ、穴がある。うわ、穴がいっぱいある。かぼちゃかな？かぼちゃ。かぼちゃ、かぼちゃかい！かぼちゃ入ったらかぼちゃいた。そういうこと？じゃあ、ドクロ？あ、来た。ドクロかな？ドクロが正解なのかな？合ってる？右左とかある？ドクロで行ってみますか。かぼちゃ入ったらかぼちゃがいたからハロウィンでよく見たことがある。うわー、何体出るの？ 3… うわ、3匹目出た。危ない。どうやって巻く？あ、無理。いやー、やばじゃあちょっと左から行ってみますか。右だと挟まれやすいとかあるのかな。左側だ。それは知らない。出現場所は固定かな？いっか、別に。ドクロに入って、もうドクロってことが分かったから、さっさと入って、さっさと出よう。多分、全部ドクロで、いけるはず。ただね、穴が、なんか、3箇所ぐらいしか見つけられなかったんで、どっかに、あるのかな？穴に入ったら、穴とか。よ、わかんないね。穴に入ったら、もう一個穴があるとか。ここで回避できるかな？来てくれたらだいぶ、あ、待って、挟まれる。怖い。オッケー、一人、巻いたから。いるね。オッケー、距離が取れた。で、ドクロかな？こっちもドクロでいいのかな？あ、オッケーだ。ドクロですね。かぼちゃに騙された。右左とかじゃなくて完全ドクロ側で大丈夫だと思います。どう巻こう。怖いな。挟まれんの怖い。一人？二人？朝にいる。
待って待って、3人はきついな。3人穴にはきついな。2人入った、2人入った。オッケーオッケー、あれ入った。待って、あと2つどこだ。ここに1個あった。あ、ここに2つある。ドクロドクロだもんね。いいのかな。あった、なるほどね。この 3人のあの人を最後どうやって巻こうかな。出ていたら怖いな、これ。いくよ。いない。よかった、鍵4つはとりあえず。こん中入ってくる？それは、そしたら別問題です。 OK かな。よし、あと出るだけ。あ、楽、1人。よし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 。あ、危ない、これ挟まれたら終わり。待って待って、もう1人出てくる？出てないね。 OK、 いけるいけるいける。うわ。はい、分かった、よかったよ。まだ簡単な方ですね、きっとね。はい、では2回突破ありがとうございます。はい、それでは3回ですね。ちょっと血のついたトゲが見えますけど、3回も全く初見です。攻略のやつとか一切見ずに来ていますので、初見でもたつきますが、お付き合い。倍速来た。ここで倍速になっているぞ。鍵を集めて扉から脱出しよう。待ってね、脱出があそこで、鍵4個で、なんかスイッチが見えますね。スイッチと鍵と、鍵4つとスイッチと。いけるかな。どうなってんだこれ。スイッチ4つもある。鍵1個につきスイッチ1個ってこと。うわ、早い。どっち、ここ。あー、もうやっちゃったよ。ここがね、通れると思っちゃうんです、この黒い壁のとこが。無理だ、ちょっと待って。積んでた、積んでるよね。よくわかんないんだけどな。ここはやっちゃいけないから。怖っ怖っ。血のついたトゲってなんか意味があったりする？待って、トゲ、じゃあ、できる。とりあえず開けたらいいのかな？ 4 つ開けたよ。で、開いたね。OK、1個。で、どこにいる？あー、そこか。鬼早い？鬼も早くなってる？自分だけ？怖いな。先に開けて、2周目回収。うわ。それでもいいのかな。この石像で石止める系な感じかな、最後。わかんないな。先に全部解除して2周目で鍵を集めて回る的な感じの方がやりやすいのかな。敵怖、敵怖。怖い怖い怖い。今4つ解除したでしょ、これで。で、これで集めて回ればいける感じ。あ、嫌なとこいるな。あ、嫌なとこいるね。こっちから回ろうかな。逆回りして、むずい。これ回り方なんかコツあるかな。鬼も早かったら追いつかれちゃうから、先にスイッチ開けて2周目っていうか、危ない、戻りながら鍵回収してゴールとかの方がいいのかな。とりあえず開けて、そしてこっから鬼がどこにいるかなんだけど、こっち戻ってった方がいいのかな。敵怖い、敵怖い。あ、いるじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、遅いのか、遅いな。あ、いや、なんか分かったような分かんないような。とりあえず青鬼がそんなに速くないことが分かったんで、2周目行くメリットがあんまりないということで、先に回収パターンをやっていこうかなと思います。開けて回収、開けて回収で行ってみようかな。よし、ここ3個目開けたら下が開くから OK。 はい、いるんだな、そういうことか。ただ行けるか、行けんのかな。怖いよ、ここ。いいじゃん、ここやって、あ、いけんじゃん、これでいいのかな。開いた、どこだっけ出口。あ、わ、また回るのか、そこ。怖っ。こっちか。あ、いるんだな。 OK、 敵や、敵。死んだと思った。危ない、今曲がったとこ。はあ、なるほどね。もう一個一個回収パターンでいけましたね。鬼が早くないことが分かりまして。危な。はい、ありがとうございます。3回突破、多分動画外で何回か死んでると思われます。はい、ありがとうございます。はい、それでは4回に行きます。4回もなんか分かりませんけど、チケット4枚なんで難しいのかな。初見でチャレンジしていきたいと思います。あ、今なんか巡回用に見えた。床スイッチを攻略、鬼に注意しながら扉から脱出しよう。
スイッチって何ですか？どういうことだ。鍵4つ。あ、積み用のトゲがありますね。んー、どこ？うわー、巡回いる。何これ。あ、出口ここか。体操にしてるけど、やば。これあれじゃない、ストーリー上こういうあれじゃない。あれっていうことしかできない。あ、またこれ、大いな石像スイッチ、大いな4つ、右左上下みたいな感じかな。指離さない、オッケー。あ、でもそんな複雑じゃない、複雑じゃない、オッケー。よいしょ、これで一個クリアかな。なんか多いね、石像運ぶやつ。スイッチ、牢屋、天使の像みたいな。一人？一人ね。一人だよね。よし、ついてこう。あー、やっぱそういうことか。上下。音がする。待って、出てきちゃうじゃん、これ。最後の方がいいかな、ここ。とりあえず、ギリギリまで、やっとこうかな。あと一歩ぐらいのとこで、止めといてみようかな。あー、でもあそこにあれだ、鍵があるんだな。よし、でこっちですね。これも上下、怖っ。んっ、ここもいんの。二人いるの。どっちから先やろう。いやー、対角線上にいるのか、面どっちとこにいますね。難しくない。どうしよう、これまだちょっと寸止めしときます。怖っ。で、この上がどうかなんですけど、ういっ、オッケー、いない。あ、いないんだ、ここ。これはこっちかな。最後、右上と離さない。指離さなければ回れますね。よいしょ、ここは取れるでしょ、鍵。ああ、もう積んだ積んだ。踏んでもらえるかな、あの人に。ワンちゃんこの人に踏んでもらうありかもしれない。来ない、来る、来て、ついてきて。あそこ踏んでほしいんだ、あの積んじゃったので。いける、怖っ。ここ踏んでほしいの、ここ。あ、出れなくなるか、自分が。ここ踏んでくれる。あ、無理か。無理か。ここここここ踏んでほしいの、ここここ。うん、無理。オッケー、まあなんとなくやること分かった。左下っちが、右下と左上は鬼がいないから、そこは消してもよくて、まあでも鬼が2体、右上と左下、まあ出てきてもまあいいかなぐらいかな。よし、これで最後取りに来よう。で、左側やっちゃって、オッケーだね。よし、怖いんだね、地味にここ。はー、見つかるんだ。はー、あー、怖かった。まあでもやること分かったんで、慎重にね、右下と左上をちょっと先に開けていこうと思います。オッケー、はい、1個目。で、ここは念のため寸止めにして、最後開けに来よう。危ない、怖っ。怖かった今。はい、じゃあここも開けていきます。 OK、 はい、これで2個目の鍵をゲットして、最後左下開けて右上取りに行くっていう感じでいけるかな。よいしょ、これでいけるね。よし、そんなに難しくないかも。おわ、出る出る出る。出てくれて、ゲットして、最後右上ゲットしていこう。よかった、この人たち高速だったら終わってんだよ。よしよしよし、どこどこ、危な。よし、これで右上回収。どこにいる、うわ。よし、ついてくのが一番いいね。後ろがね、ガラ空きなんで、この人たちね。よし、やばいな、来てる来てる、もう一人来てる。ちょっと待って、揃って揃って。挟まれるのが怖い。こっち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 、 OK、 いけたよ、これで。変なミスしなければ、ザックやったよ。よし、クリア、噛んだ。怖っこれ、怖っこれ。はい、ありがとうございます。いや、4回まで行けましたんで、
あとは5階ですね、覗いてみようかな、ちょっと、はい、っていう感じにしたいと思います。うわ、 BGM すごすごいね、これどうする、これ、あ、なんだこれなんだこれ、わ、無理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 、え、やばいやばいやばい、え、なにこれ、はい、ということで、とりあえず1階から4階まではなんとかクリアができましたので、5階はねちょっと時間かかりそうというか、動画にすると長くなっちゃいそうでしたので、また別で頑張ってクリアして動画にしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援してくださると嬉しいです。そして過去にも結構動画をいろいろ出してますので、ぜひお時間ある方チェックしてみてください。それではまた頑張ります。また見に来てください。バイバーイ。